それでは具体的にどのようにして5つの穴を開けるのでしょうか。工事に必要なクレーン車などが作業する場所を確保するため、足場となる天場仮設高台を設置します。工事にあたってはこの足場を作る作業から始まります。鶴田ダムの再開発事業については、ダムを運用しながらの工事となり、ダム上流側ではおよそ65メートルの水深がある中での作業となります。そのため、ダム本体に穴を開けるときには、上流側に仮締め切りを設置し、その土台となる台座コンクリートを設置する必要があり、まず台座コンクリートを施工するために岩盤掘削を行います。岩盤掘削では、湖面に浮かべた船の上に設置したオールケーシング掘削機を使い、掘削土砂やコンクリートの塊を排出します。次に岩盤を掘削した後、台座コンクリートを施工するための型枠を設置し、その中に水中コンクリートを流し込み、台座コンクリートを製作します。台座コンクリートの上に仮締め切りを設置します。この仮締め切りは、穴が貫通したときに下流に水が流れ出るのを防ぐ役割と、作業する人の安全や工事の品質を保つためのものです。鶴田ダム再開発事業は、ダムを運用しながら施工する必要があるため、台座コンクリートや仮締め切りの設置工事においては水中施工を行っていますが、施工最大水深が65メートルにも及ぶため、通常の空気潜水では工事が難しく、作業の効率化と潜水士の安全確保の観点から、飽和潜水を採用しています。作業は3人1組で行い、作業期間中、潜水士は作業水深と同じ気圧のかかった部屋で生活しながら、およそ1ヶ月間作業します。作業時には潜水士はベルに乗り、作業水深まで移動します。船の上では潜水士を24時間体制でサポートします。潜水士はおよそ1ヶ月間作業を行い、作業終了後に減圧し、普通の生活に戻ります。3号増設放流管の上流仮締め切りでは、浮体式仮締め切りという台座コンクリートを不要とした新工法を開発し、採用しました。この仮締め切りは8段のブロックで構成されていて、各ブロックに空気室を設けることで、締め切り自体の浮力を調節できる構造になっています。組み立てはダムの貯水池内で行います。下段から順にブロックを積み重ね、空気室に水を入れて沈めながら組み立てていきます。組み立て後、一体化した状態で運び、ダムの上流面に設置します。設置後、
締め切り内に溜まっている水を抜いて貫通に備えます。ダム上流側に仮締め切りを設置後、新たな放流管を設置するため、ダム下流側からダム本体の掘削を行います。掘削にあたっては精度の確保と振動を減らす対策として、貫通の80センチまでは自由断面掘削機による一時削鋼と、精度が求められる壁面部分はエクセルカッターによる二次削鋼により掘り進め、貫通部については仮締め切り内へのコンクリート剥落防止や放流管、取水管などの設置に伴う高精度な施工が求められるため、コアボーリングマシンで縁切りした後、ワイヤー層により16ブロックに切り分けて貫通させます。切り分けたコンクリートはブロックごとにクレーンで吊り上げて撤去します。なお、掘削時には振動を計測し、ダムへの影響がないかを確認しながら施工を行います。ダムに穴が開いた後、上流の飲み口部にベルマウスの取り付け工事を行います。ベルマウスは水の流入が滑らかになるように設置されるものであり、その形状はラッパ状になっています。整水ゲートはダム工事終了後の運用時において、洪水調節などを行う主ゲート、副ゲートの点検を行う際に、ダムの水が下流に流れ出すことを防ぐために設置されます。ベルマウスを設置した後、その前面に整水ゲートを設置します。これは放流管内部から見た整水ゲートの状況です。上流側に設置された仮締め切りは、整水ゲートを取り付けた段階で撤去します。ダム本体に開けた穴に放流管を設置します。ダム下流側より放流管をレールに乗せてダム内に引き込みます。設置後、ダム本体と放流管の間にコンクリートを入れ、放流管とダムを一体化させます。このような手順でダムに5つの穴を開けるという大規模かつ難しい工事を進めてきました。続いて、原生口や付け替え発電放流管の工事を紹介します。放流管の先には管から流れ出る水の勢いを減らして仙台川へ流すための原生口を設置します。原生口を施工するにあたって、まず糊面の掘削を行い、水の通り道となる川幅を確保し、その糊面についてはコンクリートによる枠口およびアンカー口により補強します。原生口の基礎部分に関しては、ダムから放流される水の勢いに耐える構造とするために、基礎となる岩盤を入念に確認し、弱部となるような亀裂の入った岩を取り除いた上でコンクリート打設を行います。季節原生口改造工事の一部では、岩盤とコンクリートの一体化のために、国が施工したダムとしては初めて岩着 RCD 工法を採用するなど、新たな技術も取り入れています。また、
原生港の一部として副ダムを設置し、水の勢いを弱める構造としています。今回再開発事業に伴い、出水期においてはダムの貯水位が下がるため、現在の放流管では発電が困難な時期が発生することから、新たに2本の発電放流管の付け替えを行います。この発電放流管の付け替えにより、ダムの貯水位を下げた場合においても再開発前と同等の発電が可能となります。日本最大規模といわれる鶴田ダムの再開発事業、国、民間、専門家が知恵を出し合い、水利模型実験などによる検証も踏まえながら、実際の工事にあたっては日本のトップクラスの技術を集めた工事が行われ、施工者などの努力により特許を取得するような技術の開発なども行われました。そのため今回の工事で知り得た知見を集積し、今後の技術開発の向上にも役立てることが期待されます。また今回鶴田ダム再開発事業の実施にあたり、土木関係者だけでなく学校関係者や地域の方々など、再開発工事の壮大さやダム管理の大変さについて多くの方に興味を示していただきました。平成28年度は新しく作った放流管を用い、再開発の治水効果が発現した年であるとともに、鶴田ダム完成後50年という節目の年になりました。この再開発事業は流域の未来のためはもちろん、作るから守る、生かす、日本のダム再開発の指針、未来につながる事業でもあるのです。